今日のおみくじはどのような内容かしら。一日でも早く異変の解決を願うばかりです。今日は吉祥の数字をよく見かけるわ。良いことが起こりそうね。修行の成果を見せましょう。これもまた仏の導きです。ラムさん、修行不足でした。 十前十備、良い結果です一位精神この呪文を使うわねナムアミダブツ、ナムアミダブツいざナムさん行ってまいります出会った人に布教もできたわ嬉しいわ法力も強くなったようね 仏の教えが正しいい道へと導いてくれます。悟りの境地に近づけたかしら封印から解かれ新しくなった世界を見ましたが人間は昔と変わっていませんでした御仏の教えを実践する必要があるでしょうそのために私はおります